大丈夫です。もう一つあります、はいはい、うわうわうわバナナと？バナナと納豆ですね。何になるのこれ？これが、醤油せんべいの味になるって書いてある。醤油せんべい、はい、これはあれです。だしは入れていいんかな？だし入れていいと思います。なんかもうテンション下がったな。体調悪くなっちゃう。体調まずあんなまずなんねんな。口の中気持ち悪い。醤油せんべいになるですって。そんなどういうことなんですかね。要素がないですもんね、だって、うん、まあお醤油の味はこのだしから来るんやろうけど、行ってみようか。あ、そうか、そうやっていけばいいか、混ぜなくていい、うんうん、だいぶ頑張ってん今、はあ、醤油せんべいになるんかな、なるんかなってだいぶ頑張ってんけど、もうまずいもんはまずいね。研ぎ澄ましてましたもんね今途中。なんやろ、納豆はうまいよ、バナナも、はあ、健康的な朝食ですからね、うん、これ。もうだから一瞬ね、納豆食べてバナナ食べた時にやっぱり醤油の味はもちろんあるから、はあ、これに、はあ、そら言われてみたら、うん、そんな感じなんかなとは思うねんけど、うん、だんだんバナナが、うわ、麦みたいな食んねん。で、なんか変な木の臭さが最後に口に残るというか、できますね、じゃあ僕も。結果まずいの、ゴールは、うん、納豆うまいやん、うん、で、1枚のそれ食うて、うん、バクして、で、はって、バクってして、うん、で、うん、鼻を止めんのよ、味分からんやん、うん、で、こう噛み噛みすんのよ。ほんで味分からへんから、この状態では、うん、食感だけで。で、良き時に鼻を解放してあげると来るよ、うん、あちゃうやろ、ちゃうやろ、まずいんですよ、これが。まずこれ納豆が強烈なやっぱ強いというイメージをお持ちでしょうけど、うん、意外と来るやろこいつ。すぐ来ました。すぐ来た。失敗やな。失敗。ガッ、すぐ出てきましたこれ。これは夏、これ醤油せんべいでも何でもないよな。何でもない、醤油せんべい。あの、あ、います。今食べ終わった後の、うん、ってやった時な。いや、それ多分納豆食べた後も一緒だよ。結局、納豆食べた後も醤油せんべいになると思う。ただ、全然、あーもう違う。ただ、丸いと思う。3つやったけど、1個やったな。